若き人よ、廃棄せよ、食らうな。やれ！
通す。主に仇なし、さらに罪を重ねるつもりと。どうなってる？景色が変わってる。そろそろ終幕ってことか。ああ、もうたくさんだ。ここで終わらせてやる。清掃を待ちわびた器よ。
だが主にあだなした。この大役の罪は捨ておける。今ここで何時のその声太った自我を滅する。なあクライブ、シドを名乗るお前は誰かを救えたのか。マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて。誰か私を愛して。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら何も考えない方が楽になれる。ああそうだな。これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。
これでもう迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。ミートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョシュ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力を蘇らせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。全てのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。
長きにわたる計画も間もなく終局を迎えようとしている。お前もまたその眠りから覚める時だ。さあ雨かけよ、オリジン。ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか。クライブ、ジョシュア、ジル、みんな無事か？平気よ。何があったの？詳しくは後だ。見ろ、エンタープライズを出せ。引くぞ、目的は果たした。世の役目だ。頼む。みんなに状況を伝えた方がいいな。オットーに話して集めてもらおう。